皆さんこんにちは。株式会社カーコンセントコストの矢野と申します。今日はですね、フェラーリの308の GTS のご紹介をしていきたいと思います。大変ですね、珍しい車で、なおかつ車自体がですね、綺麗な状態で保たれている車っていうのがかなり希少になってくると思いますので、そのあたりも含めてですね、ご紹介をしていきたいと思います。はい、それでは早速なんですけれども、外装のですね、外装と内装の解説をしていきたいと思います。特に毎回申し上げているんですけれども、写真とかですね、動画で、こういった車を見た時っていうのは割と綺麗に見えるということがあると思うんですね。で、特に今全国でこういう希少な車を探そうと思った時に、自分のすぐに見に行ける範囲内に車があるっていうのはもうかなり偶然と言ってもいいぐらい、やっぱ全国で車を探していって、自分は東京に住んでるんだけれども九州にあるとか、もしくは九州に住んでるんだけれども、極端な話北海道にあるとかいうことが、ざらにあると思うんですね。ただ、いい車個体と、出会おうと思った時にはどうしても範囲を広げてみないといけないということがあるので、まず検討の段階に入るときにですね、どういうコンディションにあるのかというのをですね、知っていただく必要があるということがあると思いますので、そういった意味でですね、実際に皆さんが見に来ていただいたような体で解説をしていければいいかなというふうに思っております。で、早速なんですけれども、まずその外装ですね、赤のフェラーリの、ソリッドの赤ですね。で、車のですね、この車の最も大きな特徴としてですね、やはりこの外装のですね、コンディションの良さっていうのがあります。で、もともとこの車が弊社の方に入ってきた経緯というのが、板金工場、特にですね、欧州車を中心に3万台以上のですね、実績がある職人さんの方からですね、かなり厳しい、いつもこう目を持ってですね、車がこの車は程度がいい、この車は程度が悪いっていうのをですね、結構厳しく見られる方が、すっごいコンディションがいい308があるので、よかったら見に来ないっていう、ところからですね、この車が入ってくるというきっかけがあったんですけれども、実際見た時にですね、やはりかなりの程度の良さっていうのに、ぜひこれ買い取りをさせてほしいということでですね、入庫に至っております。で、実際こう見ていくとですね、本当マイナス点というのは特に見当たりません。かなり綺麗な状態で、実際に写真で見たものと来たら全然違ったねっていうのが、そういう期待を外れていくということがないんじゃないかなというふうに思っております。で、前ちょっと見ていただくとですね、これ328のようなルックスになってるんですけど、これノーマルをご所望の方も割と少なくないと思うんですけれども、これはですね、当時やはり328にルックスを似せるというか、そういうふうに前のオーナーさんがこうされたようなところがあります。で、純正のパーツはですね、残念ながら今ありません。で、車自体をですね、外装をコンディションをですね、するために、車外のですね、パーツなんかを見つけるようなこともお手伝いはできますので、そのあたりもお申し付けいただければと思います。はい、あと大きくカスタマイズで違うところはこのホイールですね。ホイールがですね、レーシングハートというところのホイールが入っています。で、この部分がですね、昔のその308オリジナルっていうところとはちょっと違った印象になると思うんですけれども、ただその車のですね、仕上がりとしては全体のバランスは決して悪くないなという印象があります。で、横を回ってきてですね、見ていただいて、こちらの方もですね、マイナス点というのは特にありません。で、こちら、ちょっとですね、見にくいんですけれども、ここですね、開けるところのここの部分がですね、タッチペンの跡が1箇所あります。あとですね、後ろの方回っていきまして、後ろのですね、ここにウィングがつけていたという
ことがありまして、まあ、そのあたりの跡がですね出ています。でこのあたりもですねご希望であれば修正することももちろん可能ですので、まあ、そういったこともご検討いただければと思います。あとマフラーもですね、社外品のマフラーがついています。後ほどですね車を動かしてみたいと思いますので、音とかもですね動画ならではのところでご確認いただければというふうに思っております。はい、それちょっとエンジンをですねちょっと開けてみたいと思います。こちらのレバーで開ける感じですね。で、まあ、よくあるダンパーが死んでるっていうこともありませんで、きっちりと開きます。でここはですねトランクのスペースになってまして、まあ、前も後ろも一応ありますよということで、前のトランクルームは後からご説明しますけど、まあ、このぐらいのスペースがあります。そうですね、ボストンバッグで2つぐらいのものは入るので割と、まあ、2人で温泉旅行に行くぐらいであれば十分に実用性としてもあるのかなという感じですね。と、まあ、3000cc になるんですけれども、エンジンになりますね。もちろんキャブレター仕様ということになっております。こちらがですね前のトランクルームになります。で中にですね一応カバーもあるんですけれども、一応バッテリーをですねよくつないだりとかっていうことがあるので、今このような形で保管をしております。内装なんですけれども、本革シートになっております。でシートのですね、この横のあたりのすれっていうのが1箇所ありますね。運転席の方が主に劣化としては進んでるんですけれども、ただこれも最初のオリジナルのシートでこのレベルで、全てコンディションが保たれているというのはもう悪くないなっていう印象があります。で実際ちょっと乗ってみたいと思うんですけど、シート自体ですね、やっぱ保管状態がいいっていうのがあるので、特にですね1箇所ここの横の部分だけリペアをしていくといいのかなという感じですね。助手席は多分これあんまり乗られてないような印象ですね。特に車が車ですので、あんまり一人で乗られるっていうことが結構多かったんじゃないかなというような感じです。ステアリングはですね、桃のステアリングは、社外品でついてます。全体的な色合いとかですね、このマークもそうなんですけれども、純正チックな感じで、溶け込んでるというのが印象としてありますね。で前のダッシュボードなんかもこれ本革で貼ってるものなんですけれども、これもですね特にリペアの必要があるような状態ではないのかなという感じですね。で内装の社外品のパーツとしてですね、こちら のメーターですね、これはもともとはデジタルメーターではないんですけれども、これデジタルメーターにこう変わってます。で車は今までのその整備履歴とかですねいうのから見ると、走行距離は実際かなり少ない距離であることが推測されるんですけれども、これがですね、メーターが変わっていることによってどうしてもその、走行距離不明という形になってしまうんですけれども、当時は、このオーナーさんの趣向を見ていただくと分かるんですけど、328に、まあ似せるというか328仕様にするというような感じのことをもともとされているような方なので、ホイールを変えたりとか前を変えたりとかっていうのもあるので、ここをデジタルにしたいっていうのは、まあ、一貫性としてはそうかなというのはあるんですけれども、決してですね走行距離が多いから、まあ、これをごまかすためになんかメーターを変えるとかいうような感じの変え方ではないということがあるので、コンディションをですね、一番に考えられる方にとっては、まあ、ここはそんなにマイナス要素にならないんじゃないかなというふうに考えております。はい、ちょっと簡単にですね中身ちょっと見ていきたいんですけど、オーディオは、まあ、この 1D のオーディオですね。これ当時のこれ MD がついてますね。まあ、MD は多分あんまり今使われないのかなと思うので、これはあんまり音楽を聴くっていう感覚ではないのかもしれないんですけど、もうエンジンサウンドが結構もう一つの、まあ、音楽みたいなイメージで
乗られる時にはそういう感じになる可能性があると思うので、こだわられないかもしれませんけど、ちょっと今 MD が今ついているというのが現状ですね。あとこちら消火器がついていたりとか、あとこの辺りがですね、かなりレトロな感じで、出てきます。まあ、特にインターネット等でですね、このスイッチがどうだとかいうのはですね、調べていただければ分かるんじゃないかなというふうに思っております。でここに灰皿があるんですけど、灰皿はですね、なんかもう年代を感じますね。もうこういうふうな感じになってます。ただこの中でタバコを吸われたというですね、いうような感じは受けませんので、おそらくこれは禁煙車じゃないかなというふうに思っております。はい、それではエンジンをかけていきたいと思います。大体ですね、この冬の時期だとかだと特にですね、朝一番っていうのはエンジンかかりにくかったりとかするんですけれども、ちょっとコツがいります。一般的には、まあ、今こう普通の車っていうのはエンジンをね、こうキーをひねればすぐにエンジンかかるという印象なんですけど、まあ、この時代の特にこのフェラーリのキャブ仕様とかっていうのはちょっと儀式的な感じのところがあったりしますので、していきたいと思うんですけど、まずですね、このファンを回していきまして、オンにした後にですね、スタートボタンを押します。最初こうで安定しないですよね。であんまり煽りすぎるとかぶったりとかしてなかなかエンジンかかなかったりするので、まあ、この辺りはですねちょっとコツがいります。まあ、しばらく乗っていきますと大体わかると思うんですけれども、もう音が独特ですよね。一般的なそのフェラーリのワーンという最近の音ではないんですけども、ちょっとのぶとい感じのですね、エンジンサウンドっていうのはちょっと確認できるかなというふうに思っております。はい、それではですねちょっと走らせてみたいと思います。さっきからですねちょっと走ってるとかなりですね周りからの目線が痛いですね。まあ存在感もそうなんですけどね。ただこの年式のキャブ車っていうことで普通になんか日常乗りにくいという印象は最初あると思うんですけど、まあ、コレクターズアイテムというにはもったいないぐらいですね、結構その普通に一応乗れます。で、まあ、重捨てなのでちょっとね車庫入れたとかですね、まあ、そういう時にちょっとこうきついなという印象はあるんですけどね。ミッションもですねちょっと見ていただくと思うんですけど、非常に入りやすいです。でこれはもう最近うち今348が2台あったりするんですけども、この後継の348と比較してもですね、まあ、そんなに引けを取らないぐらいのですね感じです。この辺はあんま変わってないですね、感じとしては。308、328、348というふうにですね、まあ、あまり変わってないというような感じですね。で5速ミッションになります。はい、まだですねエンジンかけてからですね、あんまりこう暖気をしてない状態なので、ちょっとこうミッションのですねオイルが温まってきたりとか、まあ、エンジン自体のあと温まり方とかですね、最初特にこう初動がですねちょっと癖がある感じなんですけれども、いい感じですね。ポルシェのそれとはちょっと比較できないんですけど、まあ、十分許容範囲内かなという感じですね。あとクラッチのつながりもですね結構いい感じで、
ういう狭いところでは特にそのこのステアリングの使い方ですね、まあ、あの今だと、まあ、結構軽いなんかあのステアリングをすると簡単にこういう感じでやったりとかするんですけど、この時期のやつはやっぱりあの割としっかりと力が入る形でのステアリングの操作をする必要があるなという感じですね。特にやっぱり動画であの見てですね、あの知りたい部分っていうのは特にこういう機関系であったりとかですね、あの細かい部分だと思うんですけれども、まあ、そのあたりもですね実際この動画で動いているところを見ていただく感じにおいても、まあ、感じ取っていただけるんじゃないかなという感じですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、駆け足でですね、解説していきましたけれども、実際に車を見ていただいた感じでですね、ユーザーさんの目線でですねあのお話をさせていただいた、つもりです。なかなかですねこの308とか348、まあ、いろんなあの最近のクラシックフェラーリっていうのが結構注目されていってるんですけれども、なかなかオークションとかですねそういったものではあの入手はなかなか難しいというのが今現状になっております。なかなかですね同じ車をもう一台というのはなかなかできなかったりもしますので、ぜひですねこの機会に、ユーザーさんとのですねあのこうあの縁をつないでいただければ、できることができればいいなというふうに思っております。それでは皆さんからのお問い合わせをお待ちしております。